ごきげんよう。あなたがインタビュアーさんですね。今日はお手柔らかに、どうぞよろしくお願いいたします。では、まずは自己紹介から。百合ヶ丘女学院高等部、一年桜組、倉俣幸代。所属レギオンは、ローエングリンです。ローエングリンに入った経緯は、首相の立原さゆさんに誘われて、です。さゆは、私の幼馴染であり、かけがえのない親友なんです。私、少し前まで、百合ヶ丘のリリーでありながら、なかなかレアスキルを覚醒できなくて、戦いも訓練も、思い通りにいかなくて、左右含め、周囲のみんなに迷惑をかけっぱなしで、そんな私を、左右はそばでずっと支えてくれてたんです。それが、嬉しい反面、左右の負担になっているのが、とても辛かった。でも、あるヒュージとの戦いで、私は、ついにレアスキルを覚醒させることができたんです。それも、ファンタズムにですよ。私、すごく嬉しくて。ファンタズムに覚醒できたことはもちろんなんですが、何より、これでやっと、左右の隣で一緒に戦える。それが、何よりも嬉しくて。これは、記事に載せないでほしいんですけど、実はその時、左右、少し泣いてたんですよ。私のことを、自分のことのように喜んでくれて、その時、決心したんです。今度は私が、左右を支えようって。ああ、ごめんなさい。少し話が長くなっちゃいましたね。でも、私のことを紹介する上では、とても大切なことだから。いい記事になりそう？さあ、よかった。次は、何をお話ししましょうか。あ、ローエングリンの面白い話とかはどうです？はい。ではお話ししますね。ローエングリンが結成したばかりの頃のお話なんですけど、その日、私がお茶会の準備をすることになったんです。私が普段飲んでいる好きなお茶を入れようとしたら、みんなが不思議そうな顔で見てるんです。普通のインスタントの紅茶だったんですけど、ほとんどの方々が実物を見るのは初めてだって言うんですよ。その時、しまったって思ったんです。ローエングリンの方たちは、そのほとんどが上流階級出身のお嬢様。インスタントなんて飲んだことなかったみたいなんです。私は一般家庭だったので。失敗した。どうしよう。みんなから怒られる。そう思っていたら、みんなものすごい興味津々で、目を輝かせて、そんな簡単にできるんだって、まるで子供のように。それが、すごくおかしくって。そういえば、昔、さゆに初めてカップ焼きそばを教えた時も、同じように目を輝かせていたんですよね。お茶会はどうなったのか？楽しいお茶会になりましたよ。その後、何人かはインスタントにハマった人もいましたね。あのお茶会の日、ローエングリンに入れて本当に良かったって思ったんです。あ、そろそろ時間ですか？
インタビュー、こんな感じで大丈夫でした？そうですか。それは良かったです。では、これで失礼します。本日は、ありがとうございました。